佐々木るんチャンネル、聞いてくださってありがとうございます。これからも皆さんの心に幸せな笑顔をお届けできる番組作りを続けていきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ペコリ。